はい、皆さんこんばんは。今日もどうぞよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。戦えドリームチーム8月ログインボーナスです。これで今日も頑張って。どうもありがとう。あ、28300はスーパーサにかけてるんだね。ログインボーナス、どうもありがとう。今日は、ストームのロベルトの音無理やりすぎるだろうって翼嫉妬したよね。え、誰つとむくんって僕のロベルトじゃないのっていう冗談さておきまして、一つですね、前回僕気がついたことがありまして、このミッションっていうところを見ますと、どれだったっけな、このフリーだったかな、ここにですね、選手強化レアリティ R の選手を1回レベル最大にしようというのを達成すると夢玉を1個いただけるそうなんです。なので、ちょうどね、今カードがかなり上限まで迫っているんで、これ達成しちゃいましょう。で、誰を、強化するかというと、前回頑張ってくれました石田くんよっ、最大まで上げてしまいます。こんなにロベルトノート投入しちゃうよ。ロベルト本人まで来ちゃうからね。直接のコーチング、翼嫉妬しちゃうぞ。トレーニング開始。おめでとう。俺のテクニックを見せつけてやる。オッケー、よっしゃ。それでだ、今日の、スタメン皆さんにお見せしたいと思うんですが、このように小田くんをベンチに入れてみました。前回頑張ってくれたからね。僕はね、こういう頑張り屋さんが大好きなんです。なので、チャンスがあれば後半入れて、このドサンコシュートっていうのをね、見てみたいんですよ。なんかね、こんな面白い技があんだね。あと、前回見逃してしまった相田誠のカミソリシュート、これ打ちたいですね。それではやっていきましょう。シナリオ、そうしましたらジャパニーズサッカーお借りします。ということで、こちらが南部中クースバルの今日のスタメンです。対する大友中学校、あ、もうがっつりそのまんま大友中なんだな。よし、よし、そう落ちたらうちはね、いつものようにサイドから攻めてきますよ。まこっちゃん、オーバーラップ。今日のファーストシュートはカミソリシュートでいきます。あんたを止める。カミソリシュート、ここだ、くらえ。いけ、まだ来るか、まだ来るか。なんだって中山。お、つばち佐野くん、勝負だ。よし、お願いします。どんな体勢でもシュートまで持っていく。いくぞ。オッケー、ありがとう。18分先制したのは南部中風。楽勝だぜ。まあいいんですが、カミソリシュートのね、肝心のその軌道がさ、こうピキーンってこう鋭く曲がるところが見たかったな。残念だな。カミソリシュートはですね、僕が人生の中で一番練習、真似しようと思ったシュートなんです。夕暮れ時もうずっと打ち続けたもんね。軽くあしらってやるぜ。俺の動きについてこられない。でその次に練習したのがヒールリフト。勝負だ。でその次に練習したのがヒールリフトからのノートラップカミソリシュート。結局カミソリシュートに落ち着くんですけど。で、なんかやるな、西尾。よし、じゃあここで彼投入します。ポリバレント久しぶりに出るか。
俺の出番だ。行ってみよう。やった。さあプレスをかける。パスだ。そこへ太田くんか。よし、えらい。攻めろ攻めろ。勝負どころだぞ。ワンツー挟んでからゴールに近づいてっていう感じがいいんだけどな。よし、来い。体力残る？これ結構使うでしょ。200、多分ね体力残んないからもう打つしかないな。でね、この正確なシュートっていうのは一つレアリティの下の小田くんの技を伝授しました。くそ、ここで決めなくちゃ男じゃないぞ。いけ、ドサンゴー。オッケー。よし、最大の難関西を突破した。決まれ。なんだって、さすが一条くんだな。一条くんは優秀なキーパーですからね。決まんなかったか翼。え、何、俺によこせって。そろそろ。よし、このまま攻めるぞ。よし来い翼、お前が来なきゃ面白くないぜ。あー、バルカンにパスを出したいんですけど、そんな風に言われちゃうね。言われちゃう、勝負するしかないでしょ。で、その後バルカン。負けはしない。抜く。かっこいい。決めろ。よーし、バルカン任したぞ。必殺バルカン砲。得意の右足で行くぜ。バルカン砲発射だ。おっと、一条くん吹っ飛ばされた。決まった、ゴール。18分南部中フースバル、鬱憤の溜まっていたバルカン選手がついにゴールを決めました。中学生でさ、身長2メートルもある選手がいたら怖いからね。よし来い、勝負だ。なかなか出くわすことはないと思うよ。お、ナポ。じゃあラストシュート、遠目から。どうだ、ナポレオン。なんと決まった。強い。やったぞベイビー。さあ浦部くんも必死です。新田にパスを、新田にパスを。それを小田くん、届かない。ここで後半終了。圧倒的な力の差を見せつけ、南部中フースバルの快勝。これはみんなの力で勝ち取った勝利なんだ。よし、お疲れ様。初回クリア報酬です。協力ありがとうございました。それで次が決勝戦前の最終調整その2。やはり出てきたね。まさか、何その3もあるタイって。ありそうだね。この後、ジトー君出てきそうだね。何その前に俺たち兄弟がいるぜみたいな。これもう一回、それぞれ一回ずつ再戦していくみたいな。藤沢みたいなのもあるの。それはね、ちょっとね、もう一回トーナメントやり直しみたいになっちゃうから勘弁していただきたいんですけど、楽しいけどね。楽しいんですけれども、ヒューガ君待ち疲れちゃうでしょ？何？ヒューガ君まだ、北爪監督と試合に出るか出ないかの交渉をしてる最中だって。あ、そのための何？この人たちは時間稼ぎに来てるわけ？何なんだそれは。鋼のディフェンスをお借りします。よし、これ加藤くんにさ、こうやってバックパス、あ、いけるんだ。あ、行ってないんだ。加藤くんはさ、目の前にボールがあってさ、どういう気分だったんだろうね。まこっちゃん打とう。カミソリ捕まった。勝負だぜ。負けない。勝負。よし来い。いけ、カミソリシュート。わいはカミソリシュートが見たいんや。僕の人生一番練習したカミソリシュート。お
よし、なんだって一番最後の爪だな、そこを突破できないね、なかなか翼。オッケー、よし、みんな行くぞ。いいね、元気と勇気が湧いてきますね。まあ、声で言うとね、最初のアニメシリーズの中澤さなえさんの声大好きなんですよ僕。勝負だ、よし来い。正直言ってこれまあ大人の僕が言うと非常にねお恥ずかしい話なんですけどね、あの東方と、南葛の試合の時にね、翼くんが怪我がもうあんまりにもひどくてドクターストップがかかりそうになるんですよ。でその時にね、あの翼くんはやっぱり試合に出たいんですよ。それをね中澤さんが後ろからねこう精一杯言うんですよ、監督に。翼くんを試合に出させてあげてくださいって訴えかける。そのあの早苗ちゃんの演技、演技ったらあれだけどほろりとこう涙がこぼれますね。来た、俺の。でそんな後にさ、ロンゲストドリームなんて流れちゃったらもう大変だよ。ハンカチ1枚2枚ずぶ濡れですよね。まあ、大人になればなるほどね、不思議なぐらいに涙もろくなってしまうのは、さまざまな経験をねしてしまっているからっていう裏返しとも言えなくもないんですけれども、なんて僕はあの子供の頃ね、もう父親がものすごく厳格で厳しい人だったんでね、もちろん尊敬してますけど一番、泣くことは許されなかったっていうね。だから子供時代は全然泣かなかったもんね。泣いてしまうとね、それ以上の地獄が待っているだろうと思ってたんでね。どうだ、オッケー。僕があの初めてやった運動っていうのが空手なんですよね。うん、ずっと空手道場を通ってて、でそこでの経験なんでしょうかね、やっぱ大きいですね。あのその後サッカーやったり他のいろんなスポーツをやっても、空手の道場での稽古と比べたらもう全然大したことないやっていう風に思えるようになった。お、三杉くん、それこそだからもう絶対に泣かないっていう精神的なね強さみたいな、そこの空手を通して気づかれたっていうのがあります。でも不思議なもんで大人になるとその高が外れてしまうっていうね、人生の経験こそ一番涙を誘う。わ、すっげえかっこいい。けど正雄が誰がかっこいいって俺のことか。うん、マサオかっこよかったよ。ほらー、おだ、ドサンコ決めろ。そうだ、よし来い、いけ、おだ、くそ、ここで決めなくちゃ男じゃないぞ。ルイベが大好き。それはウプデシュのこと、いけ、オッケー、オダードサンコやった、おめでとう。同じフィールドに立ったよ、三杉くん。熱い、熱いよ。じゃあうちも全力でぶつかるから。よし、みんな行くぞ。そうはいくか。なんと華麗なステップワークっていう技を使ってきたんですけどね、三杉くん。さあ 3-0 南部中フースバルの解消でした。初回クリア報酬ありがとうございます。協力ありがとうございました。で俺のこと忘れてもらっちゃ困るぜって、まこっちゃん出てきたよ。お時間的にどうだろう。
このぐらいでやめといた。やるか、じゃあまこっちゃん。わかった、俺が本物のカミソリシュート見せてやるよみたいだね。ダブルヘッダーってのは聞いたことありますけど、トリプルヘッダーか。じゃあ不屈の大和魂お借りいたします。まあ、あの実際ね、あの最初のアニメシリーズ昭和版のお話をさせていただいたついでですけど、ちょうどね、あの東方線の前、これアニメオリジナル展開なんですけど、あの入院しちゃうんですよね。あんまりにも怪我の状態が悪くて、でうなされてずっと昏睡状態になっちゃうの。その昏睡状態になった翼にいろんな選手がこうお見舞いに来るっていうね。あ、プレスと間違えてシュートしちゃったすごいな。お見舞いに来るんですよ、松山くんとかね。あのヒューガくんまでタクシーで駆けつけるっていうね、そういう展開があったりとかしてタクシー代誰が払ったんだっていうね。この俺が手も取る。でそんな翼はその昏睡状態で、小学生時代のヨーロッパ遠征のことを夢で見るっていう、そういう展開があるんですよ。よし、佐野くん、おめでとう。楽勝だぜ。そのヨーロッパ遠征っていうのがね、あの劇場版のキャプテン翼、何作品かあるんですけど、それのこう再エディット版みたいな感じになってるんですけど、でね、そのアニメオリジナルのね、そういうヨーロッパ遠征に西ドイツのヘフナー君っていうね、とてつもないゴールキーパーが、出てきまして、インパクトを残すんですけど、そのヘフナー君ね、ちゃんとテクモさんがそのキャプテン翼 VS っていうゲームボーイのね、ゲームを出された際に登場させるっていうね、そういう粋なことをされてて、僕も当時それをとても喜んだのを覚えています。皆さんの中にもそういう方いらっしゃいませんか。西ドイツにちゃんとヘフナー君がいるってね。わしが相手してやるたい。俺が相手だ。行くぞ。でもね、確かイングランドにね、確かスティーブンだっけな、劇場版にそういうオリジナルキャラがいるんですけど、スティーブンはね抜擢されてないんだよね。でもテクモさんのキャプテン翼2をちゃんと準拠にしたメンバーが揃ってるんで、それはそれでありです。ということで、ね、この辺行くぜ。そうだ、よし、通ってくれ、頼む。よし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 、必殺シュート、カミソリ、ハーフウェイラインを越えればなんとかなる。ピキーン。さあ、ここ爪、よし、突破した。辻くん、なんだって。そして福男正雄をねじ込む。よし、いくぜ。すごいね、さすが正雄だよね。じゃあドサンコ行ってみようか。久しぶりにシュナイダーも見てみたいですね。行ってみよう。来た、俺の出番だ。よし、プレス。お、ちょっとみんな一本打たしてみようよ。思えばさ、うち加藤くんここまで一度も出番がないっていうね、そういう状態になってるんですよ。ここまで一度も出番ないけど、無失点記録を続けてるっていうね。まあ、あえて言えば優秀なんだけどね、うちのプレイヤーたちがね。被弾率ゼロ。オッケー、いいぞ、留学生。でも楽しいですね、こうやってキャプテン翼のゲームがやれることも楽しいですし、それを通じてキャプテン翼のお話がね、皆さんと一緒に共有してできるっていうのがね、僕にとっては嬉しい喜びになってますね。得意の右足で行くぜ。行け、機敏なバルカン。ちゃんと言葉選んだよ。普通の人だったらさ、動けるデブとかってそういう風にさ
やじるだろうけどね、ちゃんとねそういう言葉は使わない。言ってしまった時点で使っちゃってる感じになっちゃうかもしれないけど、さあ最後はドサンコで、締めはドサンコでいきたいね。ドサンコラーメンでお願いします。札幌一番、いや富良野一番、ドサンコラーメン。くそ、ここで決めなくちゃ男じゃないぞ。そうだ、光ってます。決まれー、オッケー、えらいぞ。光ってるっていうか、よく見るとさ、あれ雪の結晶になってたんじゃない？綺麗だね。何、綺麗なバラにもトゲがあるのさって。見たくない見たくない、小田くんの汚いところ、そこはちょっと隠しておいて。ということで南部中風スバルの解消、圧倒的な力の差を見せました。お疲れ様。初回クリア報酬、協力ありがとうございました。でやっぱり出てきた。これさ、ヒューガくんの出場が決まるか否かのさ、やっぱ資格なんじゃないのこの人たち。全員出てくる恐れが出てきましたね。恐れって言っちゃいけないね。うち怪我しちゃうよ、翼くん昏睡状態でさ、もうアニメ同様時間稼ぎタイム入っちゃうよ。まあそれはね冗談ですが、またね、今日も最後までご視聴いただいて本当に感謝です。皆さんとまたね、お会いできることをお待ちしてます。それではまたね、さよなら、ご視聴どうもありがとうございました。